カンカンボウ、田中帽子店より、陰陽カンカンボウは、麦わら帽子の一種。西洋発祥の帽子で、英語では、ボーター、フランス語では、キャノチエという、水平や船のこぎ手のために作られた、男性用の帽子が発祥とされている。海や川の水しぶきで帽子が柔らかくなって、損傷するのを防ぐため、麦わらを平たく潰して、 サナダ紐のように編んだバッカンサナダなどの素材をプレスで固く成形し、ニスや糊などで塗り固めることにより、軽くて耐久性のある帽子となっている。天井とブリムが平らなのが特徴で、クラウンは円筒形である。多くの場合ハットバンドがついており、黒が正式な色とされている。類似する帽子にパナマハットがある。清掃士官官房を被る関東大震災。 復興委員員日本では、明治の末から男性の間で流行り始め、大正に入ると様相、和装問わずカンカン帽を被るスタイルが大流行し、昭和初期まで流行は続いた。叩くとカンカンと音がするほど硬い帽子であることからカンカン帽という俗称が定着した。当時は、紳士たる者外出時には帽子を着用するものだというのが常識であったため成人男性の 帽子着用率は非常に高く、特にカンカン帽の人気は高かった。職場においても夏場の清掃として受け入れられていたようである。50銭から2円ぐらいまであり、安いものは太くて黄色い麦わら製。高いものは細くて真っ白な麦わらが細かく硬く編んで、あって一目で値段が分かった。大体いい一夏で使い捨てするものだったらしい。 2010年代に入ってから若い女性の間でも流行し始める。主に下キにワンピースとサンダルなどと合わせてコーディネートされることが多い。現代の女性用のカンカン帽は帽子の形だけはかつての男性用のものと同じであるが、リボンの色は黒以外にも水玉や花柄など様々あり、コサージュなどの装飾が付けられているものもある。また帽子全体に色が付いていたり、 素材も麦わら以外に安価なペーパー製や綿でできたカンカン棒だと帽子の部分に柄があるものも存在する。戦前のカンカン棒。現在一般的なものとは編み方が異なる。クワイイネチョ、おばあさんの知恵袋よりありがとうございます。